スタノボイ山脈の一ロシア、カザフスタン、モンゴルから中国にかけての山岳スタノボイ山脈とは、ロシア連邦シベリア南東部にある山脈である。アムール水系とレナ水系を分かち、西のヤブロノブイ山脈と東のホーツク海岸のジュクジュル山脈の間を、東西約7 5 0トルにわたって連なる。南側には、ジャグドイ山脈が平行する。山脈の東端には、 レナ川水系のオリオクマ川が、西端にはオホーツク海へのマヤール川がある。多くの氷河があり、その水はアルダン川やその支流ゴナム川となり北のレナ川方面へ流れる。北にはアルダン高地が広がる。南はアムール川へ流れるゼア川が発する。主として変岩と河口岩からなる中山生産地で最も高いところは標高2520メートルである。 スタノボイ山脈はアムール州とサハ共和国の境界、さらにはマン州とシベリアの境界である。17世紀には毛皮を求めて東方に進出したロシア人と新国政府との係争地となったが、1689年のネルチンスク条約で一旦は清とロシアの境界となった。しかし1858年のアイウン条約により完全にロシア領となった。 ネルチンスク条約、ありがとうございます。